は今回は統計力学基礎演習としまして、エントロピーの統計力学的標識という問題を扱っていきたいと思います。このチャンネルではですね、えー、主に理工系大学生向けの物理や数学の演習問題の解説を扱っていきますので、よろしければチャンネル登録などをよろしくお願いいたします。はい、それでは問題文を見ていきましょう。エントロピーは確率的に、まあ、次のように表せますよということを言っております。この式ですね。エントロピー S というものは、マイナス KB のシグマ、シグマ、ペーシグマ、えー、LN、ペーシグマということになります。この えっと、P の、何ていうんですかね、花文字みたいなやつは、ペイと呼,ぶ呼ばれるやつですね。で、ペーシグマとは何,何,何かと言いますと、ある系が存在して、まあ、その系を1としまして、まあ、何でもいいんですけど、ある系があって、その状態が、えっと、シグマを取る、えー、シグマが実現される確率のことをペーシグマというふうに表しています。で、KB っていうのは、まあ、ボルツマンテンスですね。えっと、 期待定数を僕の定数数をでで割ったやつのことです、まあ、具体的にはこんな数字というふうに表,表されます。で、まあ、この式をえ以下の仮定に導出しなさいという問題になっております。じゃあその仮定を見ていきましょう。仮定としましては、エントロピーは、おっと、エントロピーは確率 P のみの関数で、イ、えー、のみの関数のみの関数、何言ってるんですかこれね。ごめんなさい、ちょっとこれはミスがひどいですね。A のみの関数のみの関数のみの関数。 で、えー、異なる状態の出現は、独立事象でありますよと。独立ですよと。したがって、その標識は未知の関数、FP を用いて、このように書くことができるというふうにしております。はい。まあ、それぞれの確率に対して、えっ、ー、と、まあ、未知関数を書けたやつの足し合わせで書けますよということを言っております。はい。これが一つ目の仮定です。で、二つ目の仮定を見ますと、エントロピーは資料変数というふうに言われております。これ、資料変数というものはどういうものかと言いますと、まあ、N や、えー、と V に比例する やつのこととをまあ資料変数と言いますね、まあ、簡単に言うとコピーを持ってきた時にそれがまあ2倍されるかってやつですね例えば温度とか圧力の場合はこれは視境変数と呼ばれていてえっと1パスカルというものを持ってきたとしても同じやつをもう一回持ってきたとしてもえこれはえっとまあそのまま足して2パスカルになるかって言われたらそういうわけではないですねなのでまあえっとそういう何ですかね箱 V V という体積の箱を2個持ってきたら、これは 2V というふうに表すことができますね。で、粒子を2個持ってきたら、それは 2N というふうに、2N というかまあ2個というふうに表すことができますよと。なので、コピーを持ってきたときに、それが倍される、2倍したときに同じように2倍される量のことを資料変数と言います。で、エントロピーも資料変数なのですが、つまり、どういうふうに書けるかと言いますと、部分形1、2があったときに、それぞれのエントロピー、S1 と S2 っていうものは、その合成形を考えたときの合成形1、2という合成形ですね。 考えたその全体のエントロピーの間にはこんな関係が成り立ちますよということを言っております。それぞれ 1K と 2K があったときに、それ全体の合成系を見たときのエントロピーっていうのは 1K と 2K の和で表すことができるよということを言っております。はい、でまた、部分形1と2があったときに統計的に独立であるということも仮定します。まあ、つまりは、 えと合成形の確率っていうのは、えー、それぞれの形の確率の積を取ってあげたよというものですね。まあ、1形と2形があった時に独立な場合は全体についての。 えー、集合に対しての確率っていうのはある状態シグマを取るシグマ1を取るよとシグマ2を取るよっていう確率っていうのは、まあ、全体で見た時の、えー、こいつらシグマ1シグマ2を取る確率っていうのはそれぞれのシグマ1を取る確率かけるシグマ2を取る確率みたいな感じにかける,かけるよということを言っておりますこれはまあなんとなくその普段使っている確率と同じ考え方ですねで最後に、えー、熱力学第三法則で ネルンストン、これあの言い慣れてない感が、言い慣れてない感がすごいんですけど、えー、ネルンストネルンストの定理というものが成り立ちます。熱理比較第3法則ですね。これはどういうものかと言いますと、えっと、絶対温度付近では、エントロピーっていうのは定数と見ることができまして、それをまあゼロに持っていけるよということを言っているのがネルンストンの定理です。はい。まあ、こいつらを使って、この星式を求めましょうという感じです。まあ、問題文が長くなってしまったので、ちょっと飛ばしてくれてもいいんですが、 分かんないかもしれませんが、まあ、とりあえずこれを証明しましょうという問題です。はい。で、えー、方針としましては、えーと、この1式のところに2とかこの3とかの、えー、条件を使っていこうねっていう感じですね。で、えー、ここで2式に1を代入しましょうと。この2式に1を代入しますが、2式に1しますしますが、二式2でしを代入しますよという中心でした式に、また3とか、一式を代入しますよというときに、またえっ、ー、と三とか この3式,、ね、式とか、えー、この計算を使っていきましょうと。まあ、これっていうのは確率、えっと、今シグマの範囲を書いてないんですが、まあ、シグマがまあ1から例えば、えー、全ての状態数がまあ W があったときに、えー、その状態数の全ての和を取ってあげれば、例えば1っていう状態を取る確率、p 1からまあ順番に p W まであったとして、これら全ての和っていうのは必ず1になりますね。確率の和は全て、例えばサイコロが、 えー、6, 6個目がある場合は1から6っていう目が出るので、まあ、全て足したら1になりますね何か説明が今ひどになっている気がしますがまあとりあえず確率を全ての状態に対して足してあげると1になりますよということです。はい、で2式、まあ、を変形してあげると、まあ、こんなふうになりますね。s2=、えー、これ足すこれだったので、まあ、さっきの右辺を左辺に持ってきた。 形で、すねで。0イコールから出発しています。で、S1、S1+2、S1、S2 っていうのは、それぞれ1式より、1式どんなものだったかと言いますと言って、行ったり帰ったりして申し訳ないんですが、ちょっとルートにしますね。ここから分かるりおり、シグマのペイシグマ、F, F ペイシグマというふうに書きます。なので、この S12 っていうのは、その12に対する確率かける、それに関する、まあ、引数に持ったとある関数で書けるよと。で、輪を取るよと。今 これ簡単に言うと、えー、シグマのシグマ1とシグマのシグマ2と。まあ、シグマとシグマが重なっているの和のシグマと添え字のシグマが重なっているのがちょっと申し訳ないんですが、まあ、言ったときにちょっと、えー、混同しがちというか、まあまあ、大丈夫でしょう。で、まあ、S1 の場合はこんな感じですね。添え字が全部シグマ1となっていることに注意して、でまた K は1に対する K なので、 ソイジ上のソイ字を1にしていますで。また、えっと、K2 に対するエントロピーというのは、シグマ2でまを取って、まあ、こういう,うになっていますね。今はまあそうですね。で、えっと、このところの間に1、つまり合式を入れてあげましょうということを考えています、えっと。この部分ですね。この部分に、この部分をちょっと追加しています。この部分は先ほど言った通り、すべての確率を取った1なので、無理やりシグマ2に対する あれですね、2の形に対する、こっちは1の形に対する確率の和を表しています。なのでまあこれは1を表すので、まあ書きてもいいよねっていうことですね。で、またこの部分っていうのは先ほどの3の仮定から積で表すことができたので、この部分は積で表されてますよということです。なので、今和の2つ部分と、ペーシグマ1、1とペーシグマ2、2っていうのがお互いに共通しているので、これですね、孤つでくくってあげました。 はい、で残ったものを見ると残ったものを見るとこいつとこいつとこいつなのでこれですね今は引き算があるのでちょっとょこにそこに注意してくださいでこれ自体が0ですよってことを言ってますはいちょっとアップにしますねでこれがまあ任意の、えー、ペーシグマ1とかペーシグマ2に対して成り立つよということを言ってますねこのシグ,マとシ,グシグマ1とシグマ2が、えー、全てで和を取るよっていうことなので、えー、ここは、まあ、まあ確率は0を取ることはありますがまあ任意の ななななににに対して成り立つためにはここが0になららなければならないというのがまあ必要条件ということなので、とある関数 F っていうのがこういう条件を満たすときは必ずここがイコール0というものを満たしますね。まあ、この席で、席かけて送ったやつっていうのは、えー、っと送それぞれ送ったやつの和で表されるよっていうとある関数 F を考えないといけないということですね。まあ、これはよく言われる関数方程式とか呼ばれる話なので。 この関数方程式の解き方を学ぶ上でもこの問題は大事かなというふうに思います。で、まあこれを考えるときにはどうしたらいいかと言いますと、これを満たすときが、えー、っと、この条件を満たすので、まず最初に Q で微分してあげましょうと。Q で微分してあげますと、Q で微分するので、この中の引数、左辺の方は中の引数が外に出て、全体の微分というふうになっていますで。右辺の方は Q に関する微分なので、この項が落ちますね。えー、っと、今 P だけの関数なんです。 なので、f q というふうになっております。で、さらにここで Q イコール1と置きます。Q イコール1と置いて、ここですね、9イコール1と置いて、でこの置いたときの f'1 っていうのは、まあ、1を代入している Q だけの関数ってことは、まあ、1を代入したら定数となるので、それをマイナス付けたやつっていうのを kb というふうに置きましょう。わざとらしいですが。置いてあげますと、えー、っと、p で割って、 こいつを、こいつで置き換えると、マイナスの kb というふうになるので、この式になりますね。よって、1回微分したやつがこうなっているよと。この中身は p に関する、p の関数なので、これを微分方程式だと思って解いてあげると、こんなふうになりますね。p 分の1っていうのをログ p なので、微分したら、ログ p を微分したら p 分の1になりますよと。で、積分定数 C がついております。で、これっていうのも元の一式。これですね。とある過程、一番最初の過程のエントロピーっていうのは、 えーっと、まあ、確率 P のみの関数でこのように表せるよというところの FP のところのこの部分ですね。これもう書いてありました。ごめんなさい。戻る必要なかったですね。これ知識なんですが、この部分に代入しましょうということですね。代入すると、この P のところ、P のところが P シグマになっていることに注意してください。で、まあ、分配とかしてあげると、まあ、第1個目は多分大丈夫だと思うんですが、えー、この部分はなぜ C になるかといいますと、これかけるこれなので、えー、っと、 今べ、えー、ての何、えー、ですかべ、まあ、ての状態に対してのこれは和をとっているので、えー、とこれかけるペーシグマのという形が出るのでこの部分は1になったので、えー、そこが無視できて、まあ、c だけ残るよということですね。で今,今状態としてはこの部分っていうのはペイは0から1しか取らないので確実にこの部分はマイナス付きのこの部分が線になることがわかります。 まあ、えっ、ー、と、ログのこの部分の真数の部分が0から1の範囲なので、えっ、ー、と、グラフとしては、まあ、こんなグラフだったんですが、ここはずっとマイナスの値を取りますね。1を境にずっとマイナスの値を取ったので、ここは負になるんですが、それに対してマイナスをつけているので、えー、必ず正だということがわかります。で、また、再加値、再現値ですね。加 <laughs> 減値ですね。ごめんなさい。加減値は、どのようになるかと言いますと、えっ、ー、と、ペイが0になるとき、もしくは1になるときですね、ここ1になったらこっちが0になりますし、えー、こっちが0になったら、まあ、 全てが0になるよということで、イコールが成り立つのは、ペイが0か1のときですね。従、まあ、って、この7式っていうのは、第1項は必ず1000になりますよと。また、まあ、まあその,その再が再現加減値ですね。ごめんなさい。再加減値は、えー、0になるときですが、えーとこれ、この0になるときっていうのは、 これが0になるときはどういうときかっていうと今状態が1つの状態しかないよっていうときですね。1つの状態しかないときは、まあ、これが1つの状態しかないのでこの和が消えてこれだけになるんですがその1つの状態っていうのは、まあ、1に定まるよということで1個しかない。まあ、そのシグマイコール1から w まであった中の例えば3しかなかったという場合ですね。 3しかなかった場合は確実にそれしか実現しないので、ペイ3っていうのは確実に1になりますね。なので、ここが1になって必ず0になりますよということです。ちょっと説明がぐだぐだになってきましたが、えー、ラストですね。で、この事実と追記較第3法則ですね。これは、えっと、スっていうのが、まあ、リミット取ってあげると、えー、絶対0、えー、の付近では0に近づくよという話でした。 これを考えてあげますと、えー、この c っていうのが0にならなければならないよということが結論付けられるので、えー、求めたいエントロピー s っていうのは、結論書いてませんでしたが、エントロピー s っていうのは、マイナスの kb、p のシグマ ln s i g と、p s i g というふうに書くことができますよということですね。まあ、ここがなぜ0になるかと言いますと、えっと、まあ、 エントロピー、えっと、温度が絶対温度になったときっていうのは、まあ、状態一つにしか定まらないので、この部分は0に近づきます。よって、全体、エントロピー S が0に近づくためには C も0じゃないといけないなということがわかるので、係数ですね。これ温度に関わらない、普通の定数なので、こいつが0じゃないといけないので、C が0ということがわかります。はい。よって、エントロピーっていうのはこういうふうに書くことができますよというのが、えー、今回の結論になっております。はい。 まあここからはちょっと簡単な例なので、えーまあ、あまり見なくてもいいんですが結構この部分が、えー、個人的な、えー、個人的にこちょっと勉強している時にいきなりこれができた、りこれができたのかなっていうふうにちょっと思っていたのでここでちょっと再度気づけてよかったかなっていう感想ですねで最後に簡単な例を紹介しますと、えっとまあ、エントロピーを求めるんですが簡単な例だと、えっと、コインだけで考えましょう、えー、表が出る事象をペー、まあ、A として えー、その確率をペイとします。で、裏が出る確率は、まあ、2つしか事象がないので、a2 として、えっと、その確率は1ペイというふうに表すことができます。で、今、えっと、このシグマっていうのが1と2しかないので、えー、っと、一シグマが1のときと2のときで場を取ればいいんですが、このペ一1ペイ1っていうのは今、ペイですね。なので、最初はこの部分で、えー、次にペイ2のところ、2のところは、 くペイという,ふうになっておりますでまあエントロピーっていうのは、まあ、これ情報の方のエントロピーなのでボルツマン定数が付いてないんですがこれ H の方が良かったですね。えっとまあ情報系のエントロピーシャノンのエントロピーと呼ばれますがそれは、えっと、ある事象が起きてその情報,情報量から得られる何ん,んですかねその情報量から得られる期待値のことをエントロピーというのでどの状態が一番情報量が得られるかということなんですが。 例えば、えっと、そのコインっていうのがこんな感じのとんがりでこっちが表裏っていうふうに決まっている場合、例えば表だと決まっている場合っていうのはもう確実に表しか出ないのでもう分かっていることだということで情報量はないよと,と。でまた表しか出ない、裏ですね。裏しか出ないっていう時も一つに定ま,定まっているのでここから得られる情報量はないですね。だからゼロになってます。でじゃあいつ、えっと、情報量が多いかなっていう時っていうのは、まあ、ゼロか 1>, 1か、間違えた、表か裏か、えー、全く分からない状況のとき、つまりは0.5のとき、二、まあ、分の1ですよね、確率二分の1のときに、一番得られる情報量が多いよということを言っております。はい。で、このグラフはどのように書くかと言いますと、まあ、簡単に書けるので、えっ、ー、と、まあ、これをグラフにしただけだなというふうに思ってください。まあ、やり方としては、これ、微分してあげれば、えっと、二分の一のところに直値を持つよということがすぐに分かるので、大丈夫かなと思います。 はいまあ、簡単な例って言っておきながらあのこれ使ってないっていうことなんですがごめんなさい、まあ、簡単な例っていうよりあれですねあの参考にしていただきたいなという一つの例ですね <laughs>、はいまあ、今回の問題は以上になりますがどうでしょうか皆さんはどのように考えたでしょうか是非ともコメントをいただきたいなと思っております、はい、今回の動画はこれで以上になります最後までご視聴いただきありがとうございましたではまた